で、その昨日さっき挙げたあの小田急線のその痴漢をしているっていう。そのまあ、切り抜き動画を挙げたんですけど、まあカラス4なんですけど、早速あの収益がつかない。です <laughs> 広告がつかないです。<laughs> youtube 急に過ぎないか？これ。 だって俺さ盗撮したわけじゃないしさのガれ草を引っ張っただけでさで、これ探してるんだからさ捕まってなくてさあの拡散するって大事じゃんこれ <laughs> もう絶対的なこれ犯罪でしょ <laughs> なんでこれ YouTube はさなんかこの言葉とかさなんかちょっとしたさなんかインパクトだけで判断してさ広告カットすんのかなで結構さバズりそうなんだよね <laughs> そういうのに限ってやっぱさ、ま、人はさそういうなんか刺激的なものを見たがるからやっぱ数字もいくんだよね でもこれとかさ別に悪いことしてないじゃん俺もその,あのガルス法にさあの俺の動画使わないでくれって言われるんだったらわかるんだけどさ <laughs> これつかないってさ、ね、だって拡散希望ってガルスも言ってるわけよゆる棒ってねだからさでこうやってしたわけじゃんなんでこれつかないのってさ <laughs> YouTube 厳しすぎだよねいくらなんでもまあ一番ねまあ健全なアプリだからさまあこんぐらいのがいいのかなとも思うけど ちょっと俺、キょうキょうしちゃいますよ、これは。せっかく頑張ったのにね。で、単価下がってるからさ、<laughs> 動画出してさ、なんとかこの、いつもよりさ、多くペダルをこかなきゃいけないわけですよ。だから、必死こいてさ、いろいろ探して頑張ってんのにさ、広告つかないってね、もうね、うさぎちゃんですね。うさぎ年だけであって、以上です。ありがとうございました。